皆さんこんにちは、神岳モータースの澤田です。はい、カメラのまさきです。はい、本日は朝早く健康診断日ということで血糖値低めでお送りしております。知ってるな、このくだり。お腹すきました。なあ、健康診断日の日に撮影をするっていうのが私の恒例ってなって、しんどいわ14時までご飯食べれませんが頑張っていきたいと思います。新型の N-BOX を滋賀の竜王に見に行ってきて、はいはいはい、新型 N-BOX本当に待つべきなのか、新型と旧型を比較してみて本当に新型待つべきなのかを検証していきたいと思います。ちなみにマッキーはどっち派？無理にせんでもええんちゃうかなっていう立場です。ほんま、私新型派。新しいもの好きが光ってますね。せっかくやったら新しいもんがいい。え、それなんでなん？登場してから年数経ってますけど、うん、改良を重ねて、うん、ちょうどいい感じに仕上がってると思うんですよ。なるほどね。そういう意見も絶対あると思うから見てきた私の所感と視聴者の皆さん悩んでる方多いと思うんで、それぞれ外装内装機能面で比較をしていきたいと思います。はい、それではレッツゴー。2011年初代発売以降爆発的な人気を獲得し、今もなお販売台数ナンバーワンを記録し続ける N-BOX。 初代発売からおよそ12年、累計販売台数250万台を間近に控え、約6年ぶりのフルモデルチェンジとして3代目 N-BOX が新登場しました。現行のグレード構成はノーマルが3グレード、カスタムが2グレード、ターボがノーマル、カスタムともに選べます。電動スライドドアが付いていないサイレンカグレード G は146万8500円から、ノーマル、カスタムともに専用の内外装飾のコーディネートスタイルを設定があります。新型も引き続きノーマル、カスタムの2種類を用意。N-BOX、N-BOX カスタム、N-BOX カスタムターボの3グレードが用意されます。それぞれのグレードに専用の外装飾やパーツを備えたファッションスタイル、カスタムコーディネートスタイルも設定されます。現行型に設定のあるカジュアルの G、L ターボなどは廃止。ノーマル仕様は単一グレードのみと設定となり、スタート価格が上がりました。ノーマルグレードの現行 N-BOX です。はい。はい、これも見慣れた姿で可愛らしいですね。このデザインも最初出た時どうかなっていう声いっぱいあったんですけど、なんだかんだ年数経ってみたらハマりますね。ね、これがですね、新型になるとキープコンセプトながらもドット状のフロントグリルや人間の目のようなヘッドライト採用して、よりこう洗練された印象に変わりましたと。正直見た目は旧型の方が好き。私はちょっとブツブツの感じが見慣れへん。確かにこう滑らかというか、うん、あんま主張しすぎてない感じが万人受けしますよね、うんうん、これ。そうですね。カスタムの方は現行はギラッとしたメッキパーツも多く、はい、でフォグランプもついて専用のバンパーもついてるですね、はいはい、新型になるとこれバンパーがノーマルと共通になるから、うん、フォグなくなるでしょ。そうなんです。それ残念ポイント1です。これはオプションになります。前から見た時の最低値条項っていうんですかね、うんうん、あもうこの状態でも結構ドレスアップされてるなっていう印象がカスタムの方には強いんですけど、万人受けというか無難になっちゃった、うん、こうカスタムかっこいいみたいなオラ付き系好きな人は残念かもしれへんな。カスタムグレードだとフロントがもともとナンバーが真ん中にドンとこう来てたんですけど、またちょっとずれて通常の位置に戻るっていうことになります。先代よりもちょっとメッキパーツが減って落ち着いた印象になるのと、うん、ボディカラーも、うんベースグレードは全6色ルナシルバーがノーマルの専用になります。で緑とグブラウンも消えてベーシックなカラーのみになります。地味に人気あったはずなんですけどね。なんかもっとなくなってどうしたん。ファッションスタイルですね。専用設定のニュアンスカラー系ボディカラー3色にオフホワイトのドアハンドル、ドアミラー専用デザインのフィルキャップが組み合わされるっていうのも新しく作られました。まあ今後の特別使用者の展開とかでカラーバリエーションとか追加になっていくんじゃないかなっていうふうに勝手に予想してます。そうですね。あとはカスタムの方のカラーなんですけど、全6色ミッドナイトブルーがカスタム専用色になります。はい、他5色はノーマルと共通です。でこれもコーディネートスタイルですね。それぞれの箇所にメッキ箇色ついて、ホイールがベルリナブラックなると。でボディカラーはホワイト、レッド、グレーとその他ブラック、ツートン仕様の全6色。おー、なのでコーディネートスタイルでモノトーンが選べるようになったっていうところです。それは今までツートーンしかなかったカラー台ちょっと乗せなあかんなっていうのがあったんですが、うんうん、それはちょっと選択肢増えましたね。それはいいですね。あとはシーケンシャルターンランプは、はい、健在ですけど、ちょっと質が良くなったんかな。電球の個数が細かくなったかして、うん、やんわり伸びていくような感じに変更されてます。なるほど、うん、ここもグレードアップしてるということですね。じゃあサイドも見ていきます。待ってください。出す？
この日は僕と撮るっていう。この日は僕と毎年一緒に動画撮ってくれてるのに。健康診断みたい。健康診断の日は毎年撮ってたのに。メンヘラおじさんや。健康診断日メンヘラおじさんや。パワーワードが過ぎる。今年はオファーがなかったから寂しいなぁと。ショック受けてるやん。ちなみにピンマイクやから声もうっすらしか出てない。健康診断日、メンヘラおじさんです。退場、はい、これだけ言いたかった。バイバイ。サイドからの見た目は、うん、変更がないというか、うんうんうん、差つけられてない、うん、一目で、まあ、Lボックスと分かるボックスデザインはそのままって感じですね。後ろはこんな感じですね。はい、はい、旧型は見た目こんな感じとなっております。で、一つ新型になっていいところが、はい、現行型は一部旧だったんですけど、はい、テールライトがフル LED になりました。ああ、そっか。そこは、はい、手加えてきたんですね。そうやね。やっぱ良くなるとこはなってるっていう感じだね。うんうん。現行のベースグレード見ていきます。もう内装見たら分かる通り、ちょっとこういうベージュを基本にしたあったかい雰囲気ですね。新型ってそのステアリング3本スポークじゃなくて2本スポークになるでしょ。うん、ここがそう、下に1本あることでどれぐらい回ってるんかが僕分かるなって思ってて、あとはここがね、やっぱ N ボックスといったらちょっとここにメーター来てるからポコッとしてるよね、うん、新型になると、はい、メーターがステアリングのホイール内に移設されるのでかなり視界が良くなります。7インチ TFT 液晶メーターもここに入ると。みたい、身長低い人はね、ここをあるだけでもちょっとなんか視界が悪い感じするんやけど、新型になるとフラットになるので、はいはい、まあ、身長度が関わらず女性も乗りやすくなる、いいところだと思います。ただちょっと残念なのがここにね、今現行は収納があって新型はなくなります。収納のいいところで言うと、現行はここね、車検証しか入れられへんやんっていうこの薄っぺらい収納スペース、グローボックスね、うん、これが新型になると大型の小物入れが増えるのでかなり入れやすくなりますね。現行のカスタムに乗ってます。これコーディネートスタイルからすごいこのブラウンとかね、息がついてて、さっきと形状は同じになっております。コーディネートスタイルやとシート素材が全部合皮になるんですよね、はい、通常のカスタムやと一部だけなんでコンビシートだったんですよ、うんうんうん、現行でもそんなに、うん、悪くないじゃんって思います。そうですね。気になるのが新型になるとここの収納スペースのところが異色ミックス樹脂トレーっていうのになって、はあ、なんか見た目の質感と傷に対してのすごい強さっていうのはかなり良くなったんですけど、なんか粒が混じっててザラザラした感じの変わった素材になってます。まあでも指紋残るからな、これ残念ポイントがあって、はい、軽自動車で唯一8スピーカーだったんですよ、うん、ついに6発になって減っちゃうんですよ。やっぱみんな分からへんね、博士太郎ぐらいしか分からへん。ここにね、ちっちゃいミラーやん。あ、はい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 。これが今新型になると2つに分かれて、こことミラーのところにもう一個つくような形になって、前見るのと横見るので分けてるんやけど、あんま分かりにくくて、この2段になってるのが、こっちの、サイドミラーの前についてる鏡と反射させて確認するんですけど、そうそうそう、これが別々に分かれてよりちょっと分かりやすくなったっていうのが思いました。はいはいはい。あとはピラーも新型になるとよりこう薄くなって視界が良くなってるのと、これよりもまだ細くなったっけ、この辺がもうちょっと見やすくなってる。はあ。ここの柱もね、骨格は一緒やけどより強化されてここの柱も強くなってるという。はいはいはい。快適安全装備の進化、新型になるとスライドドアの予約ロック機能が追加されます。スライドドアが閉まりきる前に施錠予約ができるんでめちゃくちゃ便利です。さらにサイドカーテンエアバッグが全車標準装備になります。現行は一部グレードで助手席側電動スライドドアとのセットオプションでした。あとは展示会でもアピールしていたホンダコネクトへの対応、 SOS コールや車内 Wi-Fi、 デジタル機、リモート操作が可能になります。さらに車内の静寂性の向上もしているそうです。ホンダセンシングも新しくなりました。急アクセル抑制機能、N ワゴンには搭載済みなんですけど、システムが急アクセルを判断した場合に加速を抑制してくれると。あとは近距離衝突軽減ブレーキですね。こちらは障害物の見落としによって衝突する恐れがある際、ブレーキ操作を支援してくれます。簡単に言うと前にもソナーが追加されたということですね。もう一つがマルチビューカメラシステムが設定されます。これはカスタムターボのみとなります。あともう一つちょっと残念ポイントが、はい、現行ではこのように非常機が後ろの席もついております。左右それぞれについてるからシートスライドしても使いづらくならないっていうのが売りでしたよね。そう、これが新型になると、オプションになっちゃいます。
お腹空いてきた。スーツ着れてる。なんならそのせいか知らんけど、だんだん原稿寄りに寄ってきてるっすよ。やばいやばい。新型はやっぱええとこ他にもいっぱいあんね。これあげるやん。これ下ろすやん、はい、ちょっと軽くなった気がする個人的主観。鉱石の広さとかは思いっきり変わったっていう感覚はないかな。そうですね、うん、これ以上多分広くするのは企画の中に収めることを考えたら限界かなと思うんで、うんうん、仕組みは一緒ですね。このスライドしてパタンって倒すっていうのは、新型になるとここにくぼみができて自転車を積むときに積みやすくなるような仕組みができてました。ここにも収納スペースが結構、新型の方はフック、コンビニフックがついてドリンクのとか携帯も置けるような収納スペースがしっかりさらについたっていうのもいいポイントです。おうちのメインカーとしてはちゃんと活躍してくれそうですね。そうそうそう、発売されたらよりちょっと原車並べてしっかり比較できたらなとは思います。今 Nボックス に乗っている人はそれ楽しんでください、うん、でこれから Nボックス を買うよっていう人は新型待ってもいいんじゃないでしょうか。それ、うん、それが痛かった。今の Nボックス 全然悪いところそんなに見当たらないので、そうやね、完成されてんねん。月並みな言葉ですけど正当進化かなっていう。あとは見た目の好みやね。お財布的な話をすると、うん、現行の未使用車なり中古車なりで、うん、納期を優先したいっていう人は、うん、在庫残っているところを狙いに行くと、そうやな、もしかしたら安く買えるかもしれないですね。確かに納期絶対かかってくるんで新型は。まあね、うん、だからまあ今日見た映像で現行でいいやっていう方は現行今買い時やと思いますし、この機能が欲しいとか予約ロック機能とかその安全機能とかどうしても今後10年乗るから新しいのがいいっていう方は新型待ってもらって購入してもらったらいいかなと思います。はい、そんな感じですね。最後に質問、はい、皆さんコメント欄で新型と現行どっちの方が良かったかコメント欄でお願いします。神岳モータースでも新車発売しておりますので 1.99% 超低金利でご購入いただけます。ぜひ概要欄から見てみてください。こちら Nボックス ございますので、こちらもぜひご購入検討の際は在庫ページからチェックしてみてください。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。腹減ったか出とるな。お腹すいた。今何食べたい？せーの、サムギョプサル。せーの、サムギョプサル。冷やしうどん。何にかやったせーのでやる意味ある。冷やしうどん、そんなんでいいの？もっとがっつり行きたくない？暑いからさ、スッと入るやつがいい。もうそれ年やで。お腹空いたんでちょっと順番来るんで行きましょう。